ムゴムのガトリング。おい、腹減ったぞ、サンジ。ああ、ちょっと待ってろ、うまいもん。よっしゃ、悪くないわね。仲間のために強くなるのも。マリモのやつには負けねえ。俺強くなった気がする。うおー、やったー。私の成長は止まらない。俺はできやがる。なんだ、逃げようってのか。させるか。逃げる前に俺がぶっ飛ばす。存分にやらせてもらうわ。やっと俺の出番か。刀の下げに引ける。来るなら迎え撃つだけよ。行くぞ。どうだ。さあ喧嘩だ。覚悟しろ。大剣豪になる日まで絶対絶対にもう俺は負けねえ。文句あるか、海賊王。しない。力が戻ってきた。力が戻ってくるのが分かるわ。クソジジイの蹴りに近づいたか。俺の体は俺がキャプテン。私の成長はと目指すわ。
見て、またお宝よ。いや待て、お前にはあれが見えないのか。気持ち悪い。安心して、あんたが血を吸われてもお宝さえ手に入れば私は大丈夫よ。大丈夫なわけあるか。さてどうしましょうか。修行にはちょうどいいな。やっと俺の出番か。マナーがなってねえの。肩慣らしといくか。よし、交代だ。くらえ。覚悟しろ。
てめえら覚悟はできて。おりゃ、よく覚えとけ。コックに逆らうと痛い目見るってな。成長を実感できるほど強くなれたのね。技のキレが戻ってきたか。やったなんだ、どこから現れやがった。ナミさんを助けに行くときに邪魔したやつか。なんて言ってるんだ、チョッパー。コウモリが怖くて隠れてたって。隠れてた？消えてたように見えたけどな。やっぱり消えるんじゃねえか。あいつ、助けてくれてありがとうって言ってたぞ。剥がれてる。行くぞ。一応切れたが、くそ、まだ腕が鈍ってる。
お前ら遅れるんじゃねえぞ。待て、俺はまだ心の準備が。どうしよう、俺も助けに入った方がいいのか。覚悟しろ。マナーがなってねえの。俺に任せろ。俺、みんなの役に立つ怪物になりてえ。修行の成果が出てきたね。少し強くなったぞ。俺は勇敢なる海のせクソジジイの蹴りに近づく。俺はまだまだ強くなる。必要な力なら私の予報は。俺に任せろ。コックに逆らうとどうなるか教えてやる。死ぬのは嫌だな。てめえら覚悟はできてんだろうな。俺に任せろ。圧倒的に俺が活躍したからといって悔しがるなよ、アホ剣士。こざ、みんなの役に立ってね。な何かいるのか、こんなところに。あら、入り口に戻ってこられたみたいね。よし、変なのが出てくる前にここから出ようぜ。
てめえらか。ずっと見てやがってのは。そうだ、獣には火。ウソップ、あんたの技でなんとかならない？やってみる価値はありそうだな。相手が強そうだからって逃げ出すわけにはいかねえ。やるか。海賊王になる男だ。こんなところで負けてらんねえ。俺は強くならなくちゃいけねえ。もっと強くなるぞ。俺は海賊。悪くないわね、仲間のために強くなるのも。やった
つ洞窟にいたやつだ。何か言ってるな。チョッパ、訳してくれるか。俺サーベイ、みんなドクターサーベイと呼ぶ。俺海賊嫌い、でもお前ら助けてくれた、だからいいものを渡しに来たって言ってるぞ。律儀なやつじゃねえか。それにしてもお前なんであんなところにいたんだ。そこに俺たちが通りかかったわけか。あいつどこ行ったんだ。話だけ話したらどこかに行ったわね。でもなかなか面白そうなものをくれたわね。洞窟で襲ってきたリス、メルビューにいたやつにそっくりだったな。ああ、あの時の空に浮かんだ島か。四季に連れて行かれた島ね。メリーには指一本触れさせぬ。どこにいようが宇宙空、待ってろ。に連れて行かれた島ね。あそこにはキューブなんてものはなかったかな。でもアディオとリムの話は本当だったみたいね。ああ、確かにキューブと共に力が戻ったな。アディオの言う通りにすればすぐに取り返せそうだな。キューブ、逆に言えばしばらくはあいつらの言いなりってことか。とりあえず仕方ねえだろう。